Hey Tube! Welcome to my channel! 皆さんこんにちは、柳瀬アビーです。今日はですね、私がダイエットのためにやっている運動ルーティーンを、紹介していきたいと思います。はい、こう見えてね、ちゃんと運動してるんですよ。で、ざっとね、何をやってるかっていうと、まずは有酸素運動としてエアロバイク、そして筋トレです。はい、シンプルイズダベストで、順番なんですけど、私は先に筋トレしてからエアロバイクに乗っています。ちょっとね、私が読んだ本とかネットとかでね調べると、有酸素運動してから筋トレをした方が、効果がいいっていうのはね知ってるんですけど、私最近エアロバイク乗る時ってゲームしながらちょっとやってるんで、ちょっとね最近ゲームは慣れてきてるとはいえ、たまにね 3D 酔いするんですよ。で、 3D 酔いするとね、もう私何もできなくなっちゃうんで、それをちょっと回避するために、あえて先に筋トレをしっかりしてから、思う存分、ゲームという名の有酸素運動をねやっているんですよ。というわけで、じゃあ早速やっていきたいと思います。それではやっていきましょい。はい、じゃあまず、マットを使ったね筋トレをしていきたいと思います。見てー、もうボロボロ、謎にねこの辺ひっかき傷みたいなやつがついちゃったんだよね。まあこれが運動してる証拠、女の勲章。よし、じゃあやっていこう。はい、じゃあまず軽くストレッチしていきます。マジでね体が硬いんです。柔らかい方がきっと痩せやすいんだろうな。よし、ざっとこんなもんでいいでしょう。じゃあ筋トレをねやっていこう。じゃあまず最初にプランクをねやるんですけど、これはね前に出した動画と同じメニューでねやっているんですよ。ただね、最近それがきつく感じるの。よく私にさ2回もできたよね、あんなこと。じゃあとりあえず1回目頑張ってみたいと思います。それではスタート。昨日ちょうどねお尻の筋トレをして、だいぶねお尻はちょっと筋肉痛なんで、その他の部分を鍛えていきたいと思います。はい、筋トレ終了です。すいません、ちょっと息がね若干上がっちゃってるんですけど、もうすでに汗がねじんわり出ている状態です。というわけで、じゃあ次は、有酸素エアロバイクかっこゲームしていきたいと思います。その前にプロテイン飲もう。はい、プロテインも飲んで、エアロバイクの方もねセット完了したので、ゲームエアロバイクやっていきたいと思います。プレイするのはもちろんそうです、あれです、ザ・ラストバスパート2。運動の時は本編とかでちょっと回収し忘れてたあの金庫とかをねちょっと回収しつつ、腕をね磨きつつの運動してるんですよ。これがね本当に私個人的にめっちゃおすすめで、やっぱエアロバイクってこう景色とか変わんないじゃん。だから結構ね苦痛なんですよ、個人的に。何もしないでエアロバイクこぐのって。だからゲームはマジで夢中になれる。30分ぐらいだったら本当にねあっという間、で目安は私まあ30分超えてたらもういいかなと思ってるんで、キリがいいところまでがっつり遊んでいい汗をねかきます。でちょっと私ね
ヘッドホンしないとこう敵の位置とか全然把握できないタイプなんで、ちょっとシュールになっちゃうんですけど、まあ、こんな感じで運動してるよっていうのを今からねお見せしたいと思います。あ、やだやだ、無理無理無理、絶対いるもん、あいつ、壁、ストーカーみたいなやつ。出たよ、なんでだよ、なんでいるんだよ。待って、これ開けたら終わるやつ、開けられる、そもそも。あ、もう待って待って、アビー一回待とう、アビー一回待とう、そこ離れた、アビー、アビーお願い、離れてよ、やめてよ、もういいよ、行くよ。じゃあなんでやめたくないんだよ。あ、もうほらね、はい、嘘でしょ、嘘だと言ってよハニー、だってなんだか、だってだってなんだばーん。頼む、ナイフをください。逆に言うとそれはチャンスと。あ、マジか、やっちゃった。いやー、来いよー、燃えるぜ、敵が多い方がな。うおー、お前かい。あーはー、嘘でーす、嘘でーす、嘘ですよ、嘘でーす。はい、とりあえず33分32秒、あと1秒でゾロ目だ。あ、過ぎちゃった。見てー、まずびっしょびしょなんだけど、わかるかな、すごい量です。はい、30分漕いだだけでね、もうこんな感じですよ。暑い。これでちょっと痩せて肌も綺麗になるかな。あ、そうだ、肌がね綺麗になるって思い出したんですけど、じゃじゃん、美顔器をね買ってみました。これね9点で見つけて、値段は結構安いんですけど、まあ、コメントを見て効果がありましたってコメントが多いやつをねちょっと選んでみました。あの、こういう手のものはね初めて買うから、どっちが効くとかがね分かんなくて、とりあえず2種類買ってみたんですけど、なんかどっちも皮膚の汚れ、奥にある汚れも取れるし、化粧水の導入をなんか良くする効果がねどっちもあるみたいなんですけど、個人的にこっちは小鼻が、この辺のいちご鼻が気になった時はこれを使って、全体的な汚れを取りたい時はこれを使って、導入する時はこっちを使ってます。なんとなくですけどね。一応使ってもう1週間2週間ぐらい経つんだけど、どうだろう、肌綺麗になったかな。ちょっと化粧してるから分かりづらいよね。まあ、個人的にね使ったら結構さっぱりする印象はあるから、まあ、効果はあるっちゃあるのかなっていう感じです。よくわかんないけど、まあ、でもとりあえずねめっちゃ安かったです。これ一応リンク貼っときますね。はい、というわけで以上が私がやっている、まあ、ダイエットルーティン運動編でした。何が足りないんだろう、ここまでやったらもっと痩せると思うんですけどね。なんかこうじわじわとしか痩せてないんですけど、まあとりあえずでも持続は力なりだと思うんで、頑張ってね、痩せたいと思います。もう夏本番なんでね。というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではSee you next time. Bye.